皆さんこんにちは、こんばんは。ココロリンクゲームズベア君です。ドラクエヒーローズ2実況続きやっていきます。よろしくお願いいたします。というわけで今回ゼビオンの奪還へ向かおう続きいきます。よろしくお願いいたします。街の方はね、ルーラで確か行けるよね。街の方は奪還終わって、なんかあとね、でっかい広場だけっぽかったんで、そこね、なんとなくボス戦な気がするんですけども、非常に楽しみ。よろしくお願いいたします。さあ、ロード中からの、これいきなり行くんかな？いきなり、お、ムービー来ました、ムービー来ました。素晴らしい。来るね。アリーナ。可愛いな、歩き方。見たところ、魔物も逃げ遅れた人もいないようですね。うんうん。よっしゃ！え、よっしゃって言った今。ひとまずこれで、一段落じゃない！来たぞ！ごついし、ちょっと可愛め。シュッとしてないドラゴン。かわいいマリで。最後の最後ですごいのが飛び込んできた。なあ、かわいい女の子なら大歓迎だったんだけどな。前回女の子見抜けんかった。こんなのに暴れ回られたら街がめちゃめちゃになっちゃうわよ、うん、そんなことさせない。よし、ここで決着をつけようぜ。よしやゆえ、今回もな。牛系やな。キマイラみたいな感じ。キメラか。でかトラよ、翼よ、ウィングタイガーはやっつけろ。はあ、モンスターハンターやんけ、これ。撃っただけで吹っ飛ばされそうだぞ。おおおお。そうだな。あ、先生先生。けど、今回はでかいやつは大魔導士が効かないはずだ。そうやね。効きそうやったけどな、今の感じめっちゃ効きそうやったけど大丈夫かな。こいつ飛び回りそうやな。ちょっとこの魔法陣が役立つかわからんけども。軽く暴走した。あ、でも余裕とか出そう。いけるいけるこれ。切り裂いて。めっちゃ見てるやん。近くで殴り合うって燃えるわよね。アリーナ可愛いな。このスリルたまらないわ。たまらん言うてもてもな。どうでしょ。どうでしょ。スルスルの緊張感がたまんねえよな。趣味はめっちゃ飛んだ。めっちゃ飛んでこんなところで暴走しちゃった。嫉妬されるであんた。メラミで届くかな。届いたからここでメラミ打っときましょうか。なんか地味なくな。760。よし、行くよ。ちょっと待って、止まった。俺の思考が完全に止まりました、今。これなんか食らう？これ何？今の紫の意味深なんでしょうか。そう、一応メンバー今回ね、なんかゼビオンに関係ある人間たちを呼んできました。でね、本当はまあ、心リンクか。そう、名前忘れそうった。リンク君も連れてこようかなとか思ったんですけどね。まあ、回復役がいないと話にならんなということで、ミネア様連れさせていただいてます。よろしくお願いします。タロットシャンプルボンボボリンかましてからの次のカードでシャンプルボリン系行くよ。で、バギークロス行きましょう。こいつの攻撃よくわからんね。さっきの700人がこうやってだいぶ弱ってきたみたいだ。よし、弱いね、こいつ。このまま行けば楽勝だな。楽勝。いや、これさすがにないわ。最後まで気を抜いちゃダメよ。絶対ないこれ。熱血バカと学級委員長。話してる暇があったら手を動かせ。揺れてる揺れてる。めっちゃ揺れてるね。セザール。俺に任せとけよ。顔面に。セザールこそ。マジ切れ。喋ってないで。手を動かしなさいよね。可愛い。前たちの会話が非常に可愛い。賑やかな三人組だね。尻尾から激鈴。ちょっと踏ん張り。油断せずに行くよ。尻尾から激鈴欲しい。あ、これ止まった。大丈夫。いけるいける。間に合った。マジン切り。これ絶対勝ってまうねんけど。行くぞ。セザールで勝つか。セザールで勝利しましょう。というわけで、久々の強化さん。強化さん。からの、これですわ。モブか。しかし、尻尾切れそう。ちょっと尻尾切るのは趣味やってるな、俺。モンスターハンターでは。尻尾切るベイクって。そういう名前を、呼ばれてたこともないですけど。そうです。はい。強化さんかましてからの、はい、さっき。でなんかいやいたって感じで猫やな、まさかこいつの子供がまさか前回の最後に登場したあの猫だったのではという OK 倒してもったけどええのこれ。いやないよね、さすがにない。口からなんかでっかいの出てくる。いや、もしかしてしっかり出てきて私の本体だみたいな。あれ勝ったで。うそん。おめっちゃおるめっちゃおる。曲セザールがここぞとばかりで調子乗って出てきました。我々はこの街を、うん、取り戻したのだ。え、マジで？でもまあこっからなんというか第3章あたり、いや第4章下出てたら、まあ、単にして食おうぜ。焼いて塩タンですわ。かわいいな後ろのやつ。どうだい2人とも。うんうん、前に悩んでただろう。うん、双子の王に逆らうことが
本当に世界のためになるのかってさ。これで答えが出たんじゃないのかい。ツヤツヤの唇。ああ。私たちは戦うべきなんだわ。ツヤツヤ唇。エロいね。そのくらいにしておきな。本当の勝ち時を上げる前に声が枯れちまうよ。もう触ろうとしたよ。私たちの戦いはまだ終わっていないわ。さあ行こうぜ。双子の王のいる伝承の塔へ。なるほど。もう伝承の塔行くん。結構ラスト近いんかな。虎よ翼よ、オッケー。なんか話あるんかなこの後。ちょっとねさすがにボスが弱すぎて衝撃を受けたんですけども、なんかあったらいいんやけども、なかったら一回ね次回に続くになっちゃうけども、それはそれで短すぎか。普通に帰ってきた話、あ話聞きましょう。オッケーチーズ。曲めっちゃかっこいいな。これオリジナル曲ちゃうかな。さあ伝承の塔か。いよいよ双子のじいさんたちからふざけたマネをした理由を聞けるってわけだな。メイシ様はおそらく越見の間にいるよ。あそこは塔の最上階だし一番守りの固い場所だからね。よし、それじゃあ町を奪還した勢いで伝承の塔へ突入しようぜ。ふ、気持ちはわかるが少し待て。まずはこれからの戦いに備えてしっかり支度を済ませておいた方がいい。そうだね、ひとまずここで解散しよう。支度ができたら市街地を抜けた先、伝承の塔の前に集合だ。オッケー。でもとりあえずこれはレベルを上げてきなさいってことですよね。うん、多分この辺はあのクエストをくれるやつなんで、ちょっとあっちら辺見に行こうか。んー、でもこのまま話進みそうやから行きましょうか。あまりにも短かったからね。到着したんでちょっと行きましょう。さあどうなる。よし、みんな集まったみたいだね。ゼビオン王のことだ。この先には危険な罠がたくさん仕掛けられているはずさ。厄介な魔物を待ち受けてだろうね。これまで以上に激しい戦いになるよ。みんな準備はできてるね。はい、この戦いを終わらせるために絶対越見の間にたどり着いてみせるわ。気合も十分のようだな。ならば行くとしよう。伝承の塔へ突入だ。よし、行きましょうか。助けは求めないよ。うん、でこっから多分1回2回って感じでボスとかもおるんかわからないですけども、上がってってラスボスなのかな。そんなに長いこと、まあ結構やったか。そうやな、50時間くらいやってんもんね。いや楽しみ楽しみ。しかも仕掛けありそうやね。いかにも強い魔物が待ち構えてそうね。よし、塔のてっぺん目指して張り切って登ろうよ。魔物の戦いだから高いところへ登るなんて、神は大きな試練を私に課しているようです。まあこれも修行だと思って辛抱するんだね。それじゃみんな先を急ぐよ。いつもならここから上へ行けるんだが、この扉が閉ざされているのを初めて見るな。ここ以上に、ここ以外に上へ進める道はないのかしら。ああ、残念ながらね。ただ、扉は東の感謝塔にある装置で開けられるはずだよ。オッケー、東に行けばいいのか。さあ、行くわよ。わかりやすい形してんな、これ。3のダンジョンを思い出すぐらいわかりやすい形でございますが、登りましょうか。ポン。できるね、できるね。わかりやすいね。なんか急にわかりやすいゲームだったな。昔のなんか Windows だった魔法の塔っていうゲーム絶対知らんと思うけど、皆さんバギクロス思い出す感じの単純なマップでございます。あれめちゃめちゃハマったんですよね、魔法の塔。もうね、多分 Windows のね98とかそういうあたりであったね、なんかこう面白いゲームがあったんですよ。何の話してんのわからんねんけども、もうほんまに面白かった。頭使うゲームだったんですけども、それをね今ふと思い出してしまいました。なぜかいい調子、ちょっとやりたくなったけども、多分ね対応してないですよね。ちょっと Windows の XP あたりから僕その時に思い出した時にもあって、あこれ登っていいんかな、登ってみようか。これぞ塔って感じだな。色気も何もあったもんじゃない。確かに色気も何もないな。お客さんが入るところじゃないからね。私も監視塔に入るのは初めてさ。オッケー、これの降りてみようか。どうせならパーティーのお客とかでお呼ばれしたかったわね。オッケー、話聞いて。そう XP とかやるとできたんですけど、できたんだからちょっと覚えてないね。あ できなかったんか。だからねもう今のスペックではできないという、ね、謎の話をさせていただきました。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございましたみたいな、そういうノリです。これどうやろう。一応じゃあキラーマシーン2は倒してみます。でこれ倒して特に変わりないんやったら、
ちょっと階段とか行って、うん、どんどん先見に行きましょうか。めっちゃ強いな、これ。これバギクロス。バギクロス。やばい、死ぬ。危ない危ない、逃げて逃げて。何ですか、ナイスキャッチ。ありがたい。この、ここで、ちょっと、揺れて揺れてる。めっちゃ揺れてる。でもそんな姿すらも可愛い。さすがエミちゃん。で、こうして、オッケー。バギクロス。殺される、殺される。このままじゃ。助けてください。女性の弾に。これはね、キャラ替えした方がいいね。これ隠れてたから、オッケー。よし、行くよ。行くぞ。ごめんなさいって死んだぞ。なんでなんで、そこでどうやって死んだ。かわいいな。そこでどうやって死んだか問いただしたいところではあるが、任せて。これに変身したらよかったんやね。頼んだわね。私の采配ミスですよ。これに変身したら安全が保たれたんだが、さあ行きましょう。突進。金もらえねえだけでしょ。黄金の波動で金もらえて、オッケー。さあ突進でこいつを殺しましょうか。あかん、あっさり終わった。あっさりですわ。これはやばい。オッケー、ここにバギクロス。バギクロス。魔法使いやっぱ止まってる時間が長いから狙われるんよね、どうやら。これを今すごい実感しておりますよ、私は。ベギラマとナイトだけこいつがすごいうざい。ベギラマいけるやん。次はドイツだい。さあ倒したけども特に意味なしでしたね。オッケー、じゃあどんどん先に進んでみましょうか。じゃあ左手の法則というわけで左手行きましょう。トン。するとここはハズレっぽいからちょっと見て。おーマジかマジか、火吹いとるやんけ。めちゃくちゃ突進してきてんけ。めちゃくちゃおもろいな。お前三兄弟か、仲良しな。一回吸うてからの一回に出て、ここに魔法陣出して、で火吹かれて、でここに一応バギクロスを唱えれば何とか。切り替えて大丈夫、逃げろ。いいね。待て待て、どこ行った俺。このこいつ欲しい。開けて、でこれでリージェネかけて、逃げろ。まずいわ。OK、 OK、 このままじゃ。ナイスカイプ、ナイスカイプ、ありがとう、ありがとう。バギクロス。OK、 いいぞ。 OK、 これで結構頑張ったやろ。レギラゴン行きましょう。レギラゴン、ごめんなさい。おー、かっこいいね、レギラゴン。そうか、レギラゴンは多分遠距離行けるから、レギラゴンの方がやばい、痛い。うん、でもやっぱりバギクロスでしょう、この距離は。この距離はバギクロス。 OK、 バギクロス。これですけど、3兄弟は OK。兄弟、ドラゴ三兄弟やっつけて、すると、お、すごいの。やったわ。なんとかのなんとか。お、扉が開いたって言ってるから、結構これ後でやったかもしれんな。じゃあこっち見て、出たよ。宝箱ゾーン出ました。間違いなくミミックいるんで、連打はしておきます。逃げる連打しておきます。OK、普通にあるよ。いいね。来た、逃げる。OK、大丈夫。で、それを横目に開けるという謎めいた仕様でございます。あ、なになに、カルポだった。押してみますか。はい、どこかの扉が開くとかした。あ、何の話やねんって話やけど、寝てるやつあるぞ。寝てから壊れてるぞ。いいね、こいつ誰か見れへんのか。オッケー、大丈夫。これは何でしょう。銀塊、いいね。扉が開いたってどっか開いたってことか。どこが開いたんやろうね。ウェーイ。びっくらかいた今。あ、左下なんで監視塔に落とし穴があるのよ。オッケーオッケー。待って、でもここ見たよ俺。ここの、待ってや、ここはもう行けへんのかな、こっちか。これは行けないのかな、この間って行けんの。行けるやん、行けるやん。はぁ多分無理でしょう。というわけで左下が多分正解やと思うので、こっち登ってみます。するとするとここに来て、あ、なるほど。なんで落ちるとこに繋がるわけですね。で、宝箱があるんで開けましょう。パカン。オッケー、小さなメダル美味しいね。じゃあ私は今度ここ開けまーす。死んで、次はここです。その前に一回レギラゴン唱えて、レーザーと倒しておいて気持ちいい気分になっておきます。さあ、ほんでここです。どうや。いいね、ここレギラゴンやな。同じようなところばっかだな。おいら頭がこんがらがってきた。これは相当気持ちいい。どうせおいらもっと金ピカで豪華な場所だったら退屈しないのにね。こちらの会話聞こう。もう姉さんたら、私たち遊びに来ているわけじゃないのよ。かわいいわ。もうこういうトークいいよね、マジで。うん、テイルズを思い出すよね。お、こっち行きましょうか。ちょっと噛んだけども、左になんか強そうなやつ。お、ランプの魔人、懐かしい。何そこにおったんお前。なんでここにおったか、そのまず理由を考えたらすげえ悲しいことになってくんねんけど。あ、やばい、なんかやばい、吸われてる吸われてる吸われてるぞ。一回に行きましょう。なるほど、あの変な黒いのが
吸ってくるのが私黒いのっていう表現が下手くそだったけども、マギクラスを唱えます。切り裂いて、どやどや、ランプマジ相当強いところですよ。まあバギクラスを唱えるしよう。いやいや、これ引っ張られるやつ、なんか表現が下手くそだ。さっきから表現が非常に下手くそで申し訳ない。どやどやどや、痛い、なんやその円月にみたいな、相当強いやんけ。お前ら座れすぎやろいくらなんでも。でも吸われても特に問題ないのが謎ではある。一回こっち行って、ちょっとメラミと。メラミ。なんとなく。なんとなく。MP がね、結構減りにくいのが、それもまたいいところですね。うわぁ、めっちゃ強い。スクリーンしたからキャラ変えてもらったら急に。アイリーブーストして。え？あ、ココロちゃんまだ死んだ。ココロちゃんが死んだ。マジかマジか。オッケー、これをとりあえずこいつ倒して、オッケー、行くぞ。で、セザールに変わって、生き返らして、お、いいね、魔人。ランプの魔人の姿になり、風の力を使って敵を攻撃する。オッケー。じゃあ、ちょっと変身しましょうか。任せて。任せて言うてるね。これはどこに行ったらいいんやろ。でも、なんとなくここの雑魚倒したら真ん中行けるようになりそうなので、変身しましょう。ポン。トルネード。素晴らしい。通路用です。そのためにこいつおったんやっていうことが分かりました。通路用です、最高だな。これは気持ちいいね。しまった、他の技も見ればよかった。気持ちさ優先してしまった。それは実況者したらどこか勝ったら、まあまあそれは仕方がないということで回転していきましょう。ルバトルはやっぱ強いね、さすが。これは相当ダメージくらいする。OK、頑張れ。三角しか押してないからね。さっき実況者としてどうのこうの言ったそばからこんな、手たらくしっかり宝箱をパカッと開けます。するとこれが箱に入る。 OK、逃げろ。逃げた逃げた。ブラックチャック、あ、これモンスターコインね。特大サイズの傷として開始。見て右のやつ相当やさぐれてるやん。めっちゃ強そうやな、こいつ。女帝の決意をお願いね。1100、相当でした。逃げろ逃げろ、まずい。オッケー、攻撃力がかなり上がったと言ってるんで、キャラ変えようかな。攻撃力。よし、行くよ。あ、行くぞ。他のキャラ分からへんねや。それは私知らなかったんで、氷河山のポン。氷河山。これはまずいね。で、こう。氷よ。あ、これ氷出すのがね、やっぱ強い。ポンからの。氷よ。ポン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 。しかも遠距離超えます。いいよいいよ。オッケー、大丈夫。氷河山。別の技も使っていこうと思ったんで、溶岩山のこのぐらいの距離。素晴らしい、ダウンをバーンと倒した。ナイス、セザールかっこいい。OK、さあこれでゲットしましょうか。行きます。ミニアさん、今なんかひきらけ光ってよかった。ココラちゃんか、任せて。やっぱ真ん中が正解やったんから、じゃあこれ、ここじゃあスルーして、ここはスルーして真ん中行きましょうか。何のために私は戦ってたんか謎やったんだが、落としないな。あ、どれかが正解か。左手の法則いきましょう。ポン。どこや。お、大正解やん。やったやった。めちゃめちゃ嬉しいわ。で、他のところはこれ行ったことある？ちょっと分からへんな。あかん。さあ、ここが入って、ここどこやろ。来たことあったっけ。階段降りるね。ここ出だしか。さあ、出だしや出だしや。 OK。俺ほんまね、こういうの覚えないんで、ここ行ったってことは、まあまあ正解やったってこと。まあまあ正解やったってことにして、で、階段を登るとどこに行くんやろこれ。おー、いいね。ガッ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 、ドラクエっぽいなこれ。非常にドラクエっぽい展開。え、正解やん正解やん、やったやった。こいつら絶対敵やろ。ちょうど良いところにお力を拝借できないでしょうか。え、ほんまに名士様があんなことになってしまい、いても立ってもいられず相棒と二人でここまでやってきたのですか。信じられへんわ。一階の扉を開く装置のありかを知っている相棒がちょっと目を離した隙に、なんと5人に増えてしまったのです。なんのこっちゃ。わけわからんこと言わんといて。ほう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 。なんやこいつら、気持ち悪いわ。5人の相棒はそれぞれ違うことを言っているのですが、私には誰が本物の相棒なのかわかりません。謎解きか。5人の兵士と話して装置のある部屋への扉を見極めていただけないでしょうか。本当のことを言ってるのは相棒だけのはずです。他の兵士は嘘をついてるに違いありません。一人だけ本当のことを言ってるパターンね。これ難しいねんな。私の正面の兵士が本当のことを言っています。お願いです、どうか私を信じてください。 OK。 じゃあこいつが本当のことを言ってる体でいきましょうか。
開門の掃除は私の正面の扉の先にあります。どうか私を信じてください。むずむず君は、この扉の先に開門装置があります。お願いです、私を信じてください。 OKOK、はい、私から見て右隣の兵士は魔物が化けた兵士です。お願いです、どうか私を信じてください。これ嘘やな、だってそれ以外は化け物やろ。要するに、この扉の先に開門装置はありません。開門装置は私の正面の扉の先にあります。どうか私を信じてください。じゃあこっちが奥が扉の先あ合ってるって言ってるやつが2人おるから、じゃあ2人とも嘘ってことやから、そうやね。じゃあこちら偽物、この3人偽物やからどっちかや。うわー、分からん。でも本当のこと言ってますやろ。え、分かるどうしよう、分からなくなってきた。この扉の先にあるやろ。でこいつが例えば本当としたら、私の正面の扉の先、これが嘘じゃないとあかんから、こいつは嘘なんよね。あ、こいつがほんまやったら、この扉の先に我々の装置ありません、私の正面の扉の先にあります。こいつがほんまやったら、こいつ嘘ついてなあかん。あ、やっぱそうやんな。あれ？じゃあこいつが本当？あ、こいつが本物や。そうか、バケモンって言ってるけど、その通り。こいつバケモン。じゃあこいつ以外全部嘘やから、ありません。あんねや。あんねや。こいつ嘘やから、いや、そういうことないからあるっていう、そういうやつじゃないよね。どうなんやろ、ないイコールあるなんかな。行ってみようか、それしかわからんから。ポン、行きましょう。ちゃうかなこんだけ考えてんからな、この先休めないまでよ、お前らやっちまうまでよ。あー、間違ったマジか、わからへん。あれじゃん、やっぱないイコールあるではないのか。なんかかっこいいこと言ってるけど、ないイコールあるっていう謎めいたこと言ってんねんけど。 OK、 この辺やろ。ドン、完璧というわけでもなく、雷光座使っていきましょう、たまではね。 OK、 倒した。いや、ここじゃなかったんか。かわいい声してんな。扉が開いた、扉が、え、合ってたってこと、やっぱり。あ、合ってた俺完全にここ間違いやったんやと思ってたえ、じゃあ結局戦うことになったんや。どっちにしてもカチャコン、どこかの扉が開くことがした。やったー、めっちゃ嬉しい。扉開いたと思ったら扉閉じたやつや。でここ落ちたらさっきんとこ行けんのか。オッケー、行けた、よかった、行きます。めっちゃ嬉しい。いや、マジで嬉しい。ちょっと待ってよ。ミニアで行こうか。勝利ポーズ。これ勝利やね、多分ね。オッケー。うわ、めっちゃ嬉しい。ちょっと俺、本当にね。私の力、役に立ったでしょうか。かわいい。もうね、正直めちゃめちゃ凹んでたんだが、嬉しかったです。いやいや、なかなか大変な道のりでしたが、これで晴れて通り直れますな。さあ、ここからが本番ですぞ。それにしても、しょっぱなから、でひどい歓迎を受けたものだ。この礼は後できっちりさせてもらうとしよう。そうだな、それじゃあ双子の王のいる最上階を目指してガンガン突き進もうぜ。いやー、面白かった。ああいうの好きなんでね、私。うん、なんか調子乗ってるけども、またね、ぜひやりたいと思いましたと。リレミト。じゃあ一回帰って今回はこんな感じで終わりましょうか。実はね、今回ボス倒すとかなんかいろいろあったんですけども、非常に楽しい回でございました。皆さん最後までご視聴本当にありがとうございました。それでは次回もお楽しみに、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。コロリングゲームズのベイ君でした。ここで終わろう。バイバーイ。